えっと今あの横浜市の、えー、公立中学校の方で、えー、と柔道部の、えー、顧問をさせてもらっています遠藤と申します、えー、で私のですねえっ、ー、とまあ簡単な自己紹介っていうかあれになるんですけれども今あの中学校の方では、えー、と個別支援学級の方の担任をしております、えー、で私の経験としては えと柔道部の顧問の方は全、えー、任校と今の,あの学校で、まあ、大体10年ぐらいということになってるんですけれども、えー、と初任校は、えー、ずっと主体不自由、えー、車椅子や柔道重複のある子どもたちと、えー、一緒に過ごしてきてたっていう、まあ、自分のバックボーンがあります。で柔道のの方もやっていたたんですが、えー、っとあの大学のあたりから えとブラジリアン呪術なんかもあのやってですね、えー、非常にあの自分の、えー、と組み技や、えーまあ、そういうグラップリングであるとか、えー、そういったものの、えー、と考え方に大きく影響してるところがあるなというふうに思っております。で香港の,の中学校なんですけれども、まあ、学校の紹介というかあの規模としては、えー、横浜市の、えー、神奈川県横浜市の公の立中学校になります。で人数は 約500人ぐらいで横浜の中学校でいうと大体中規模ぐらいの大きさになるかなというふうに思っております。で柔道部は今現在約15人ぐらいいるんですが、そのうちの3分の1ぐらいは個別支援学級の所属の生徒が今在籍しております。であとやっぱり柔道部の中でも。 あの本当にまあ最初自分があの始めたばっかりの頃は、まあ、当然あの強くしたいなっていう思いがあったりとかしてであの部活動の方も、まあ、の自分がちょっとこう柔術なんかもやってたので変わった寝技のところをあの柔道になかなかない技術なんか持ってきたら勝てるんじゃないかななんていうふうに思っていろいろやってた時期があるんですけれども、まあ、確かにあの一部分は伸びたりもするんですが。 あのなかなか卒業した後とかも、えー、柔道やりたいっていう子がなかなか続かなかったりとかしてでやっぱりもともとのところって何かなと思ってやっぱ柔道が好きになってもらいたいなっていうのはすごくあってでそこで、えー、とその個別支援学級担任っていうこともあるし、えー、発達に凸凹がある子たちも含めてえっ、ー、とえっ、ーまあえー、と どんなふうにしたら楽しんでくれるかなというところで、えー、いろいろあの柔道の中にあるエッセンスを、えーまあ、切り取って、えー、みんなで柔道を使って遊べる機会があるといいなとうう思ってて、えー、やっております。で、えーとえー、まずですね、部活動のところでちょっと酒井先生、写真って出ますかはい。ありがとうございます。 で、えー、とまず中学校の,あの部活で、えー、いろんな柔道遊びをやってるんですけどもちょっとこちらの方の紹介をさせていただきたいなというふうに思っております。でまずこれ学校での、えーとえー、部活動の様子なんですけれども、えー、まずあの左側の写真は、えーとえー、じゃんけんをしてであのーまあ、勝った方が、えー、相手を押してあげて負けた方が受け身を取るっていう簡単な あのワークなんですけれども意外とこ,のこれの導入がとてもよくて、えー、本当にあの初心者の体験から来た子どもたちなんかもあのとても喜んで、えー、やってくれるかななんていうふうに思っています。あと隣がですね、まあ、追いかけっこなんですけどもあの、まあ、こんなことをやったりとかしてアップをしたりとかもするんですが、えー、と右側のところですねこれあの、えー、と笛鬼の一種なんですけど、えー、犬っと犬 犬の形でこう走ってって、えー、触られた子が、あのー、また犬になって相手を追いかけるみたいなことをやってるんですね。なんでちょっとこう四つ倍であの走ってる子たちがいると思うんですけども、えー、こんなことやって、えーまあ、ちょっとこう楽しく遊んだりとかしています。で、えー、とアイスブレイクの意味があったりとかそういったところもあるんですけれどもえっ、ー、と 本校ではやっぱりその気持ちを上げることとかアイスブレーキングとかもあったりとかそれからまあ柔道の動きをちょっと入れて群衆法的にやってみたりとかっていうことなんかを、えー、この部活の中では取り入れたりしていますあとは、えー、とあの練習前のところもそうなんですけども新入生の体験の時に、えー、安全な形でちょっと柔道の体験をしてみようなんていう時にこういった活動をしたりとか、えー、そんなこともやっています。 で今あの、本当に、えー、中学校の部活動なんかも、あのー、今、時間の方がえっ、ー、が平日が2時間まで、えー、休日が3時間までなんていう形でかなり時間があの区切られた中での活動になってます。で、今、平日2時間って言ったんですけど、えー、と下校時間が横浜市なんかと決まっているので今、5時なんですね。でえー、と部活動…あの 部活動が4時からスタートで片付けを含めて5時なので実質1時間なんです。っていうことはその1時間の中でえっと黙々とまあ練習していくっていう方法もあると思うんですけども子どもたちとえまあ楽,し楽しむ中でえ息を上げてえしっかりそのえっとそやっぱ遊びの中ですごく集中する場面が出てくるんですね。えー、そこをを活かかししてて集中した空気を作ってからまああの えっと部活動のほあの本に入っていくっていうようなことに取り組んでいます。もう一枚送ってもらっていいですか？はい。あとはいろいろちょっとこうあのまあコドゥなんかも使っているんですけれども、左側はえっ、ー、とあのまえっ、ー、とフラットマーカーを使ってえっ、ー、とドッチビであのどえっ、ー、とみんなで確認場の中であのドッチボール遊びなんかをしているところでもあります。で。 あのなんかこう青いマットを出してる子たちいると思うんですけど、えー、なんかガードで立て使っていいよっていうことにしているんでえっ、ー、とこうみんなで走り回りながらちょっとこう力にやっぱりこう、うん、運動が得意な子と、えー、苦手な子なんかがいるのでえっ、ー、とこのシールドなんて言ってるんですけど投げたやつをこう。 あの青いやつでガードしたりとかして、えー、やったりとかするとすごく盛り上がるんですね。これなんかもとてもあのいいなというふうに思っています。それから右側はバランスボールあのたくさん用意しているんですけれども、まあ、普通にあのバランスボールであの体幹のトレーニングするだけじゃなくてこれ今あの2人でボールを奪い合うようなあのことをやっています。で柔道の 動きで例えばあのまあ蹴ったり押したりしちゃだめだよなって言ってるんですけども、対サブキをしたりとかすると相手からボールをこう奪ったりとかっていうのができたりとかするのでこれすごくあの子供たち夢中になって、えー、バランスボールの取り合いなんかをしたりとかしてるあの様子ですこれもあの、ね、比較的競技に近い形でできるかななんていう,ふうに思っていますでそれとあとちょっとこのまああのー、おすすめなのが このフラットマーカーって、まあ、知ってる方はあの知ってると思うんですけどもあのなんか薄いゴムのマーカーなんですけど、えー、畳の上であの滑らないし邪魔にならないんですなのであのこれを使って例えばあの陣地を取るようなあのゲームなんかもできますしあの非常に角離状に向いている目印かななんていうふうに思っているので最近これちょっとヒットだったななんていうふうに使ってと思っています。 すみませんありがとうございます。送ってもらっていいですか。はい。えっとあの、練習に関してはこんな感じで、えー、やっています。で、えっと、本当にあのたくさんの,あの人たちにあの、えっと、土日なんかはあの地域の人たちに来てもらってっていうのがあるんですけれども、えっと、もう一つ、えー、自分がその、えっと、柔道遊びを使ってすごく良かったなっていうのが、地域との 練習会として、えー、アリンコ練習会っていう名前をつけて、えっと、練習会を、はい、月に1回ずつやってるんですね。あ、ですみません、ちょっと1個戻ったあ、これでいいや、はい、すみません。さっきの、あ、まあ、ちょっと後で紹介しますで。アリンコ練習会っていう名前で月に1回、えー、と練習会してるんです。で さっき自分はのブラジリアン柔術もやってたなって話もしたんですけど柔、えー、術の練習会って、まあ、僕があのやってた時なんかすごくあの、えー、といろんな人たちが入ってきてみんなで、えー、と組み技の練習をしたりとかっていうのがあってすごく。 えー、書きがあるけど自由な雰囲気があってとてもいいなと思ってたんですあの本当にインクルーシブだなってちょっと思ってるところがあってでそういうのをこうやっぱり柔道のところでも再現したいななんていうのもあってであのー、まあえっ、ー、と芸人校の革技場を借りてえっ、ー、ともうあのいろんな人が来てみんなであの組み合わせをやりませんかっていう機会を声をかけてやって、えー、たんですね。で地域のの道場の人や それから昔の教え子や、えー、と本当に関係の人たちが集まってくれてでまああの同業機内で、えー、みんなであのグラップリングして、えー、組み合ったりとか、えー、そういったことができる今練習環境が整ってきたなと思ってますちょっとコロナで今あの月1の開催はしていないんですけどもこの映画とっても良くてであのえっ、ー、とさっきもあの柔道部の中に個別支援学級の えー、生徒が何人かいるっていうような話もしたんですけれども、えー、本当に発達に凸凹ココがあって、えー、ハンディキャップのある子たちがあのこの練習会の中に入ってでなかなかコミュニケーション取れないっていう言われている子たちがこの練習会の中に入ると、えー、みんなであのあの声かけ合いながらあの本当に目立つことなくっていうと変なんですけど、えー、生き生きと練習するってことがとてもできていて。 えー、すす。ごくいいいい機会ににななってるう思まそこで、えー、とポイントになってくるのが、あのー、やっぱ柔道遊びかなと思って、えー、本当にいろんな人たちが来ててあのレスリングベースの人がいたりとかあと何だったらあのもう打撃しかやってみませんみたいな人があの来たりもするんですけれども、えー、でも本当にあの見て写真見ていただけると分かると思うんですが、あのー、えっ、ー、と。 お年寄りからちょっと写真の子たちは柔道の子たちが多いんですけれども本当、えー、ちっちゃい子たちがと大きい大人とかまた中学生と高校生なんていう組み合わせもあるんですね。でその中で、えー、最初からまあ自分たちでルール作ってやってくださいっていうと、えー、やっぱなかなか最初は入れ,入れないことが多いんです。な、えー、なのででででここで柔道遊びでみんなで 例えばじゃんけん柔道をさせてもらったりとか、えー、さっきやったあのワークみたいなことをやったり鬼ごっこをみんなでやったりとかすることで何、えー、ですかねあの本当アイスブレーキングになって、えー、でその,後の、まあ、あのその後ランドリーをみんなでやったりとかするんですけどもその後すごくあのいい雰囲気のランドリー会になるっていうのがあってとてもそこで柔道遊びをすることによってあのみんなが仲良くなるっていうような。 あの会場の空気ができてるっていうのがすごくやってて感じてるところです。で、えっ、ー、と、すみません、ちょっと写真戻ってもらっていいですか。えっ、ー、と、あ、もう、あ、これですね。はい。えっ、ー、と、すみません、ちょっとあのおやってるようなことのワークの紹介なんですけど、左側は、えっ、ー、と、この本、あの、 コーーディネーションゲームのこの本にも載ってるあのコロコロとこうボールを転がして、えー、ボールを狙ったりなんていうのは左側のやつで結構これも足先の、あのー、動きを作って高知性を、あのー、作って足払いの練習なんかにもなってるかなと思うんですけど結構夢中になってやります。1対1で、えー、と後ろのマーカーのところにこう線を引いてあるような状態で。 相手の足,足の間を抜いたりとかしてこうボールしようみたいなちょっとエアホッケーみたいなルールでやったりとかしています。それから右側のところはあの帯を使ったりするんですけどまあ、えー、と9マスを作って、えー、マーカーを、えー、と置いて丸バツ丸×でこうあのですかね3つ揃えていくみたいなゲームなんですけどこれをあの2グループで作って。 えーと走っていって、マーカーを置いて、またあの戻って走ってみたいなことをやってます。これも夢中になって、えー、子供たち取り組んでくれたりとかしたり、あといろいろあの考えてみんなで声かけたりとかってすることが多くて、これもとても盛り上がるワークかななんていうふうに思っています。はい、じゃあすいません、アリンこの方に戻してもらっていいですか。はい、ですいません、もう一枚送ってもらって、はいいで えと本当にたくさんの,あのこの時は小学生もあの中学生も参加していただいたんですけれども、えー、とこの時があが今、青井戸に来てい,ただいあの来てるのがあのこの本を書いたとい,いうか、まあまあ、強調になっている丸山先生が、えー、と来ていたあの本校に来ていただいて柔道遊びのワークをしていただいたんです。で本当にあの子どもたちとっても楽しで え、で、それでも、アリンコ練習会に毎回行きたいなっていう、あの子も出てたくらいで。あの、本当に丸山先生、やっぱり、あの、いろんなこと知ってる上に。あの、話し方もとても上手だなと思ってて。えー、ちょっと自分も感心したことがあります。丸山先生、たまたま、あの、デイエーコンに行った時に。えー、出会って、では、あの。えー、声かけて、えー、と、もし、あの、ちょっと自分も、あの、S. N. S. なんかで、じゃんけんじゅう見てたりとかしてたので。 えー、もしあのよかったら本校でやってくれませんかなんて話したら快く受けてくださって、えー、それであの、えーとえー、学校でワーク開いてもらったりとかしたんですねで今あのこれもフラットマーカーを出して、えー、じゃんけんをしてこう先にあの足で踏むみたいなことやったりとかしてたんですけど子どもたち本当に夢中になってやっていましたで、えー、と自分が芸人校に来てから、まあえー、とアリン校練習会、まあ、あのほんと数年間 えー、大体6年近くやってたんですけども、えー、本当にこれであの参加してた子どもたちが今あの中学校の方の1年生に入ってきてで、えー、と柔道続けたいですって言ってやってくれてる子なんかもいるのでだそういう意味では本当つながってきているしあと地域のあの他の学校に行っててもあの顔を知ってる者同士なのでみんなで稽古してるって感じができてて、えー、とてもいいなというふうに思っています。はい じゃあすいません送ってもらっていいですか、はい、あこれで丸山先生の,あの来た時に写真撮ったやつなんですけれども香港のれが道場ですね。でえっ、ー、とほんあの、まあ、ちょっと帰っちゃったりした人もいるんですがあの立ち技のアンドリり前に撮ったのがこんな写真なのでほんとにあの OB や、えー、と小学生や えー、それから大人の方もあの来てたくさんあの来てでさらにはこの中にも、えー、と発達に凸凹のある子たちがいたりとかして、えー、そんな中でもみんなで柔道やまたは組み技を、えー、楽しんでいるっていうのはすごく自分の中ではいいあの機会になってるかななんていうふうに思っています。えーと えっと、ブラジリアン柔術をやっている時に、えー、ちょっと指示していた先生が中井祐貴先生っていうんですが、えー、マーシャルアーツコミュニケーションっていうあの言い方されててであの格闘技であのコミュニケーション取っていきましょうっていうあの,のがあ,の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 あったんですけれども自分とてもそれいい言葉だなっていうふうに思ってて、えっと、戦うだけじゃなくて本当にコミュニケーション取ってるんだっていうのがあ,のあったんですね。 でそのこの練習会も含めてその最初のところの部分をその柔道遊びがすごくつないで作ってくれたななんていうふうには思っているんです。ちょっといろんなワークがあって、えーまあ、全部が全部さっき言っただけではないんですけれどもあのとても楽しい雰囲気が作れてて、えー、それに関しては良かったかなっていうあの感想をたくさんいただいています。すすみませんん先に進んででもらっていいですか はい、で中学校で、香、え、港、ー、は個別支援学級の自分を担任もしてるというのことで話してたんですけども、えー、同じような、えー、と形で個別支援学級というのがです、ね、あって、えー、と知的障害級、えー、それから自閉症や、えー、と情緒障害級情緒障害のある子たちがあの通っているクラスになります。でえーと ここでもあの実は、えー、と柔道遊びがすごく有効に活用できたことがあってであの自立活動や体育の時間っていうあの <laughs> 時間があるんですね。で、えー、とやっぱりコミュニケーションが、えー、さっきの自閉症や情緒障害というのをかな,なかなかあの他人とれないっていうところがあったりとかするんですけどもやっぱり楽しいことや遊びっていうのはとても好きなことが多いし。 えー、さらには複雑な動きだけじゃなくて、えー、さっきのじゃんけんして、えー、受け身を取るなんていうのはあのー、神戸支援学級の子どもたちの十分に再現可能な内容なので,でとてもあの、えー、と畳の上で一緒にやるというのはとても喜んであの活動してくれます。で本当に、あのー、子どもたちあの大変エネルギッシュで えーまあ、中には ADHD の子なんかもいてあの多動で動き回るような子もいる,んいるんですね。そういうところもエネルギーをしっかり受け止めることができるかなというふうに思っているのと、あとそれから支援者の方、えー、と我々事業をする方にも、えー、例えば柔道とか、あのー、コミュニケーションで本当に真正面からぶつかるようなのってなかなか難しいんですけども、えー、例えば、えー、と本にも書いてありますけど、じゃんけんぐるぐるであるとか、じゃんけんをして、 相手の周りを回るとかっていうのだとですねあの例えばえー、っと,、えー、っとあの年をいっちゃってちょっと体力的にあのなくなってきてるような支援者の方も、えー、十分に子どもたちと一緒にコミュニケーションを取りながら、えー、やることができるっていうのがあってですごくそれがとても良かったんですね。なので、えー、っと指導者の方の力や体力に関係なく えー、ワークができたっていうのがあのこの小別支援学級の中でも柔道遊びのワークが非常に役に立ったりさらには、えー、と支援者とあの子どもたちの関係を、えー、柔らかくできたっていうのがあったなというふうに思っててやっぱ柔道の1対1で組むとか距離が近いっていうことが小別、えー、支援学級の中での、えー、活動にも生きてるなっていうふうに思うことが、えー、いっぱいあったかなというふうに思っております。 はい、じゃあすみません、送っていただいて。あこれかな。はい、じゃあ、すみません、全体としてちょっと取り留めない話になってきてるんですけれども、えー、っとやっぱり部活等の中で、柔、え、道、ー、遊びをやって、まず本当にチームの、あ、すみません、はい、えー、チームの雰囲気が明るくなってきたっていうところがすごくあ,あります。そ、えー、そこはそんんななに強いい中学校でではないんですけれども。 ただあの子どもたち同士の仲の良さは、まあ、あのとてもあるかなっていうふうに思っています。で絶対あのそれは、えー、と柔道遊びの中で培われてる部分とかってすごくあるなあなというふうに思っています。それから相愛が縦のつながり横のつながりとして、えー、地域の練習会の中で、えー、生きてるので,であの学校でやってる柔道遊びなんかを使って今度あの小さい子たちに教えるとか。 そういったところが出てきているので、えー、なんかその子たちがまた大きくなって、小さい子たちを柔道を遊びや、そして柔道を教えていくっていう中で、えっと、今度、縦の縦のつながりなんかも出てきてるかななんていうふうに感じています。え、それから、本当にあの、そういうフラットな中で、過ごす中、過ごすところで、えっと、個別支援学級の子どもたちの中でも、柔道部に入っている子たちが。 えとこのワークはこんなことやるんだよって他の子たちに教えてくれたりして、こ、え、べ、ー、支援学級の中でもコミュニケーションが、えー、とても広がっているというところがあって、非常にあの柔道遊びを使うことによって、こ、え、べ、ー、支援学級の中でも、えー、とコミュニケーションの幅が広がっているというような場面がいっぱい出てきているなとうう思っております。も先ほどもちょっっと言ったんですが えー、距離がが近いここととやスキンシップがあることなかなかコロナでしにくい部分なのかなと思うんですけれどもそういったことがやっぱ他の、まあ、サッカーとかバレエとか他の競技でもしづらい部分が、えー、この組み技とか、えーまあ、組み技やその柔道の中に、えー、あるんじゃないのかななんていうふうに、えー、と自分は思っています。本本当にこの,本があの えー、便利で、であのー、すごく分かりやすくて、別に柔道に着なくてもできるようにあのー、書いてやるので、えー、でマリ先生からもぜひ宣伝してほしいなんてもう言われてるんですけれども、あのー、とても分かりやすいので、えー、ぜひお勧めしたいななというふうに思っています。この学校の先生も必見って書いてあるぐらいですので、ぜひあの学校の先生なんか導入して、えー、使われると。 あの面白いんじゃないかなというふうに思ってますので、えー、最後そんな話であのまとめさせていただきたいと思います。じゃあ、すみません、あの酒井先生、ちょっと早いんですが、あの以上で自分の話はあの全体としては以上です。遠藤先生、ありがとうございます。はい。それでは、あの質、質疑応答という形にいきたいと思いますが、その前にですね。少しあの私の方からいくつかあの質問を、えー、させて、えー、いただきます。 えっとまず部活の方なんですけれども、15人中5人、はい、あの小林あの新学級のお子さんがいるっていうのは、結構、割合が多いなというふうに思ったんですけれども、その中経緯みたいなところは、まあ、遠藤先生がご担任をされてるっていうこと以外に、ね、何かかありますでしょうか、えっと、担任してるのもあ,のあるとは思うんですけれども、あとやっぱりあの、なんか柔道場にもう1回来ると、もうとても楽しい。 えー、あの部活動体験があるんですけれどもあの柔道場に1回来て,し、ま、来てしまうとっていうとあれなんですが一回来て支援級の方も、まああのえっと、さっきも言ったんですけど個別、まあ、支援級っては言うんですけども本当にそれぞれあの課題が違うお子さん方なんですが、まああのえっと、自分たちで、えー、コミュニケーションを取る中で、えー、楽しかったよとかって入ってきた子もいれば。 えとあのそういうさっきのアリンコ練習会の柔道体験会みたいな当然素人の子に来て同に貸し出したりもするのでそういうのに来てやってみたいって言って入ってきた子なんかもいますしその経緯に関してはまあ,あの口コミや、えー、練習会に参加して入りたいなっていうあのことが多いかなと自分から僕はあんまりあのあの無理やり引っ張ってきたりはしないのであのやってみるって言って本人がやってみるって言ったら。 じゃあ一緒にやろうっていう感じでやってるので、はいなのでえっともう本当に入ってる子たちの経緯は経緯やきっかけはバラバラじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。ありがとうございます。あの指導部の指導の時に最初はまあすごく強い選手を育てたいとかいろんなお考えがあった中で今はこう楽しくっていうふうに指導者として考え方をあのすごく変えていかれたんだなっていうふうに思ったんですけども。 まあ、なんかそこに至るきっかけとか、えー、はいかがでしょうかやっぱり自分が、まあ、最初はやっぱり自分がすごく強い選手じゃなかったので当然、えー、なので、まあ、あのなんか僕が強い選手をあの作るってことはできないのかななんて思ってた時期があるんです。 でじゃあ子どもたちには当然子どもたちは強くなりたくて入ってきたりとかしてる子が多かったんですけどでも、あのー、結局今神奈川県は、えっと、あの例えば中学校を卒業して柔道をやりたいとなった時に柔道を続けたいっていう段階であの続けられる環境っていうのはもう本当に強豪私立に行くとか県外の学校に行くとか。 で効率も本当に、まあ、数個あるんですけれども横浜市からは通いにくいとか、えーまあ、あのすごくその先で柔道を続けようっていうのがあの難しかったりとかするんですねとなると、まあ、本当にあの、えっと、みんな柔道を一回やめて例えばカヌー部に行っちゃったりとか違う部活動に入ってでも地域の道場や練習がしたいっていう時に。 戻ってこれる場所があったりとかするといいなと思ってアリンコ練習会なんて始めたのもあるんですけどもだから本当あのそう考えると、まあ、自分としてはやっぱりあの柔道への僕も柔道に育ててもらった人間だと思ってるので、まあ、地域に対して好きな愛好家を増やしていきたいなとかあとやっぱ自分も全然強くないですけどあの楽しんで,で柔道が好きで。あの いるのでまあ、そういう,こう草の根の人間を増やしていくっていうのもとても大事なことなんじゃないかなというのがあの部活動でやっているうちにちょっと思ったことなのでだったらやっぱり好,好きって大事かなという,ふうに思ってそこを大事にした部活動を運営にしていこうかなというのが全人口の最後の方からちょっとそういう,ような形でやってったら特別支援の子たちがいっぱい入ってきたみたいな感じがあります。はい。すみませんちょっとあちこち行っちゃったんですが以上です。ありがとうございます。 えと最後にもう一つ質問させていただきます。あのあのアリンコ練習会、まあ、月1回、まあ、コロナ前ですねあの、まあ、日曜日に開催してたのかなというふうに思うんですけれども、まあ、中学校の先生が、まあ、あの学校の生徒以外の小学生とか高校生の方とか大人とかを、まあ、学校の施設を借りて練習会を開催するというのは、まあ、いろんなハードルがあるのではないかなというふうに、えー、思いました。で 同じようなことをやりたいと思ったときに、まあ、どういうところに気をつけて、まあ、施設を借りるなり、人を集めるなり、あの地域の柔道クラブと関係性を築くなりしたらいいのかっていうところを、まあ、苦労したところとか、良かったところみたいなところを教えていただけますでしょうか。はいあのえっと、まず、本校に関しては、あ,のまあ、ある程度そういうことに理解のある、えー、管理職がいたというのはすごく大きいかなというふうには思っております。あとは、えっとまああの まあ自分がえっと部活動として主催しちゃうとなかなか難しいので <laughs> えまあえっとクラブチームをあの作ったりとかっていうようなこともあったりとかしたんですが基本はでも,もう部活の中で今回はえやらせてもらえましたでえっとあのほんと保護者会の方が代表になってもらってえっとそちらの方で登録してなんていうこともえやったりとかしてまあ細々続けてきたって感じなんですけど最後はやっぱりいろいろつながってきたりとかして。 えーまあ、施設使用許可があのきちんと香港、えー、の管理所から降りたというのが一番大きいかなというふうふに思っております。はい、だからとてもあの理解を得られたというのが、まあ、自分とってもあの運が良かったなとい,いうふうに思っているところだと思います。はい、ありがとうございます。